前ジンダラ走ってんじゃねえよ。何あのミリバン偉そうに。煽り運転にしては安全運転なんだよな。車間距離取ってるし。あーなんだあの系。系あれってゲンの車じゃん。なに系なんかに負けるな。この2年安全運転を心がけて無傷で過ごしてきたんだ。こんな奴のためにリスクを背負うわけには。ひさめ待ってろよ。安くて省エネで可愛い系の本気を見せてやる。で、先生をぶん殴って退学になったんすよ。クレイジーでしょ。ほう、やるじゃねえか。やっぱエンジはただものじゃねえの。ああ、こわこわ、偽物じゃねえぞ。ひえー、なんなのあいつら。今時路上喫煙ってダサすぎ。実生活で使える勉強なんて算数くらいだろ。貴重な若い時間、勉強よりも楽しいことに使う方が得だってのに。若いうちに稼いでいい車乗ったりな。そうっすよ、車。先輩たちがまた新車買ってて、どこから金湧いてるんすかね。あいつらザンクレで乗ってるからエンジでもいけるぞ。ザンクレ？残価設定型クレジット。車の購入価格から残価を差し引いた金額を分割して支払う仕組み。要はローンだな。へえ、そんなもんが。デメリットもあるぞ。銀行よりも金利が高い。残価にも金利がかかるし、契約期間終了後は清算しなくちゃならない。元金がなかなか減らない。他にもあるけど、あとは自分で調べて判断しな。ローンか。つまり借金だよな。怖いっちゃ怖いけど、先輩たちみたいにかっけえ車も欲しい。話だけでも聞きに行ってみるか。そういうことでしたら、お客様にぴったりの最高のプランだと思いますよ。でも俺、そのザンクレってのも初めてで。モマンタイモマンタイ、初めての人こそおすすめできるプランなんで、さあどうぞ。ラッキー、こいつただのバカだ。販売ノルマがやばかったんだよな。お客様はご実家住まいですし、お仕事もされてますので、安い月額で3年後にはまた車を乗り換えて新車に乗れますよ。こんな金額でこんな車に。これをつけたら女性からも好印象ですよ。あとこれもこれも、女にモテるオプションつけます、つけます。このオプションもモテますよ。つけます、つけます。数日後、これが俺のマイカーっす。おー、いいの買ったな。モテモテオプションつけまくりなんすよ。傷つけないようにな。査定額に響くぞ。わかってますって。本当はブイブイ走らせたいっすけど、安全運転心がけてますなんて言えねえ。おい、ジンダラ走ってんじゃねえよ。何あのミリバン偉そうに。煽り運転にしては安全運転なんだよな。車間距離取ってるし。2年後、元彼が軽自動車に乗ってて、マジでありえなくない。そこ振ってやった。うわ、きっつ。安心しな、ひさめ。俺はそんな小さい男じゃないからよ。知ってる、車も度胸もでかい男だもんね。おい、俺の女を返せ。はあ、誰だお前。うわ、ケンじゃん。元彼だよ。あんたがケイのケンさん。ダサい車に乗ってるから振られるんだよ。俺らこれからドライブなの。どっか行けば。やっぱ大きい車最高。オプションモリモリだからな。そこら辺のバンとは違うぜ。なんだあのケイ。ケイあれってゲンの車じゃん。なに。やろう、さっきの仕返しのつもりか。ふざけやがって、煽り返してやる。ケイなんかに負けるな。とは言ったものの、下手打って車体に傷でもついたら。この2年安全運転を心がけて無傷で過ごしてきたんだ。こんな奴のためにリスクを背負うわけには。ひさめ待ってろよ。安くて省エネで可愛い系の本気を見せてやる。いや、ここで舐められたらメンツ丸つぶれだ。でも車が。はっ、あぶねえ。なんとか負けてよかったけど、あとちょっとハンドル切れてなかったら。エンジすごい、このスピード運転です。だろ、ちょっと休憩すっか。車体は無事だな。査定まであと1年、この調子で。ドア、ここを見ます。アクセルとブレーキ間違えちゃって。危ない。てか、どうしてくれるんだ俺の車。
俺の愛車が。ごめんなさい、保険で修理代はお支払いします。当たり前だろ。エンジコーヒー、何どうしたの、大丈夫？あーもうマジで最悪、安心した途端これかよ、くっそ査定が。それから1年後、エンジさん査定終わりましたよ。去年大きめのへこみ作ってますね。あと走行距離オーバー、喫煙による内装の清掃、規定よりかなり減額になります。差額分を払って新車に乗り換えるか、残りもローンで払うか、どっちにします？ちょっと待ってくれよ、へこみって、あの事故は俺のせいじゃない、相手が突っ込んできたんだぞ。責任の所在は関係ないんですよ。なアホな話あるか、待ってろ、保険会社に連絡すっから。査定額ですか、保険の適用外なのでうちではどうしようも。最悪だ、あの緑頭のせいで俺の新車計画がパーじゃねえか。俺の給料で差額分を払うなんて無理。仕方ねえ、残りの金額でローンを組むよ。では再ローンですね、金利も跳ね上がりますんでご確認を。はあ、それじゃ残価設定ローンにした意味がないだろ。そういう仕組みなので。そんなバカな。数ヶ月後、ふざけんなよあの詐欺師め、あいつのせいで気づいたら借金生活じゃねえか。おいエンジ、飲みに行かねえか。すんません、金ないんで。あいつ最近付き合い悪いな、残クレで失敗したとか聞いたぞ。身の丈に合わない買い物するからだろ、もうダメだな。金もない車もない借金まみれの男なんて無理。待ってくれよ、もう俺にはお前しか。私ゲントより戻したの、見てこの新車超イケてるな。じゃあそういうことで、どうして俺の周りにはクズしかいないんだ。レイはたまんやべ。数年後、やっと終わった。辛すぎて顎とんがったわ。もう借金なんてゴリゴリだ、二度と車なんて買うか。フェラーリがこの値段で、新制度のローン、これがあればまた。目は裏切る、この言葉の意味を彼が知るのはまだまだ先の話。